ちゃいい匂いする。うまそうだねこれね。どうも荒くれ者です。私、本日はですね、もう終わりに向かいたい。やっぱね、飲んでいきたいんですけども、最近気づいたんですよ。私ももう35歳でアラフォーなので、胃の調子が悪くなったりとかですね、いろいろこう体にガタが来てしまいまして、そんな時にね、分かったんです。飲んでる時はね、炭水化物を食べた方がいいと。なんで今回はですね、つまみにもお昼のご飯にもなると、超ハイブリッド飯、しかも今の時期にぴったりのそうめんレシピでございます。黄金油そうめん、これがねめちゃめちゃ簡単にできて、めちゃめちゃうまいぞ。今回はこれを作っていきます。リュウジのバズレシピ、材料紹介いきます。そうめんです。そうめん2束だから 100g ですね。いつもイボの糸だったんですけども、このね、手延べそうめんのね、島原業務用スーパーで売ってるんですけど、 1kg で500いくらなんですけども、コスパ高いです。何がいいかって、このそうめん自体めちゃめちゃうまいです。これで今回やっていきます。卵1個、おろしにんにくです。あとは概要欄に調味料はありますんで、ぜひそちら参考にしてください。シャシャシャ。黄金油そうめんを今回作っていくんですけども、黄金油そうめん作る上で何が大切かっていうと、やっぱりね、黄金っていうワードですよね。黄金の付け合わせが必要ですよね。なので、今から黄金の付け合わせを作っていきたいと思います。黄金の素を入れていきます。そして黄金の素を入れていきます。寂しいんでちょっと来てもらっていいですか。はい、じゃあ今日2本目、やばい、俺と同じ種類、ちょっと奥の方に、ちょっと奥、えい、黄金の気持ちを理解しましたか。じゃあちょっと撮影お願いします。はい。ここにタレを作っていきます。で、これはね、なんで黄金かって言ったら、エバラの黄金の味を使うからです。これは大さじね2弱、なんかすげえ中途半端なね、2よりちょっと少なめぐらいですかね。ごまアラブルの商人を入れます。お酢です。これは大さじ半分ですね。そういうこと。はい、これを小さじ2ですね。だから大さじ3分の2ぐらいですね。はい、じゃあニンニクを入れていきます。本当にね、少しでいいです。焼肉のタレにもね、少し入ってるんで、本当にこのちっちゃいニンニクもうね、半カレベルぐらい入れれば、味の素、まあ2振りぐらいでいいと思います。はい、でこれを混ぜていく。で、味の素を入れることによって、お醤油がここで入ってるじゃないですか。お醤油の角を取っていきます。ちょっとね、濃いめのタレになってますんで、もうちょっと薄味がいい かなっていう方は、各調味料をちょっとずつ減らしてください。そうめんを入れていくんですけども、最後に卵黄を乗っけるんですけども、これね、卵黄を使うと白身をどうしたらいいかってあるじゃないですか。前はスープ作ったんですけども、もう一つやり方を思いついて、でこれを今からね、ちょっとやっていきたいなっていうふうに思います。白身をちょっと使いたい。先にですね、白身をね、こうやって落としていきます。こんな感じ。そしてここにそうめん入れます。感覚的にはね、白身を具材とするんですね。こうすることにより、白身が全然無駄にならない。でね、これだけ細いでいいそうめんだとね、1分半ぐらいで茹で上がりますんで。で、最初に白身を入れてやることによって、これがですね、麺と、一緒になってですね、具材として楽しめる。で、こいつは、まあ、白身はもう完全に固まってるんで、これザルに開けて、白身と一緒に水で冷やします。じゃあですね、これ冷やしました。氷水で冷やした方がいいです。具材として生きてるの分かりますか。冷やしたらちょっとね、押し付けて、あんまりね、強く押し付けると白身がね、ニュってなっちゃうんですよね。そうめんっていうのは細いんで、麺と麺の間に水分が溜まりやすいんですね。絞りながらやっていきます。そうすると、ほら、これだけ水が出る。タレにドーン、タレね、絡ませてください。濃厚なタレがめっちゃいい匂いする。黄金の味じゃなくても、他の焼肉のタレでやっても美味しいです。おネギやん、書いていきます。ネギがあるとね、こうちょっとシャキッという食感も立たされますし、見た目もはま前からになりますんで。で、ちょっとここにね、ごまちゃんね、少年足部ですね、キュイーキュイー。で、ここに卵黄をポトッと、おうまそうだねこれね。オーバーブラス完成でございます。はい、それでできました。
食べてみて。食べられます。じゃじゃ、いただきます。あ、うまこれ。酸味と甘みが効いててめっちゃスルスル入る。くぅ、おろしニンニクも少し効いてて、キューががっつり効いたというよりやっぱお醤油が立ってますね。表面にマヨネーズと冒涜的なことをします。一気にジャンクになったな。召喚していいですか、哲也。お疲れー。いただきます。いってらっしゃい。うまっ。酢が入ってるから、うん、めっちゃさっぱり食える。さっぱり食えるの、すごいね。そう、ただ焼肉のタレぶっかけそうめんじゃない。うん、じゃあマヨネーズいただきます。はい、そんなもんで大丈夫。いただきますね。めっちゃうまい。これやばい。でアレンジとしてはそうめんと一緒に、うん、なんか余った肉とかさ一緒に茹でちゃったらさ絶対合うから。ということで皆さんどうでしたでしょうか。こちらの黄金油そうめんマジでうまいです。お酢と焼肉タレの甘さの効果でスルッスルいけるような夏にものすごい食べたいそうめんになってます。ぜひ皆さん試してみてください。ちょっと今飲むの止めてもうちょっとよくわかんない。いやもうだいぶ酔ってるから。だいぶ酔ってる、だいぶ酔ってるから。そうなの、あの徹夜レベル3 徹夜レベル3じゃないですかこれ。ちょっとサムネにこれ俺自分で徹夜レベル、サムネに自分で作るの、サムネに徹夜レベル3。俺まだ2だぞ。